次に森裕子さんの質疑を行います。森裕子さん。共同会派国民民主党の森裕子でございます。予定より少し時間が延びておりますけれども、だいたい5時半ぐらいまで、今日質問させていただいて、残りは明日ということなのでよろしくお願いしたいと思います。総理、まず総理のコロナウイルス感染症対策についての認識、基本的認識を伺いたいと思うんですけれども、なぜ8割の行動制限が必要なのか、でもしそれがきちんと、特にこの連休、国民の皆さんのご協力が得られなければ、どうなってしまうのか、きちんと数字を入れて、国民の皆さんにその危機感を共有していただく、他の国では大統領にね、首相がそういう発言してますよ。総理から国民の皆さんに、この8割の行動制限、なぜ必要なのか、数字を入れて、ぜひこのテレビを通して訴えていただきたい。安倍内閣総理大臣。この8割についてでございますが、この行動制限についてですね、専門家は、感染拡大のスピードが増している状況にあって、何ら対策を講じないとオーバーシュートと呼ばれる爆発的感染拡大の軌道に乗ってしまう恐れがあること。それを回避するための対策が接触機会の低減であり、最低7割、極力8割程度低減することにより、1人の感染者が生み出す感染者数の平均人数である実効再生産数の値をですね、1より相当程度低く抑え込み、収束に向かわせることが必要と指摘をされているところでございます。これを踏まえまして、接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、最低7割、極力8割の接触機会の低減を目指すということを基本的対処方針に記載をしたものであります。また8割の提言に満たなかった場合についてはですね、4月22日の専門家会議の提言において1日あたりの新規感染者数が500から100までに減少する時間について接触再建があれば 80% であれば15日間要するところ、65% であれば90日以上を要するということが示されているところでございます。森裕子さん。今テレビをご覧の皆様に伝わったでしょうか。北大の西浦先生、検討会議のメンバーですけれども、クラスター班の8割の行動制限をしなければ42万人も死亡すると、そういう危機感が伝わるような表現でしっかり主張してましたよ。そういうことを総理から聞きたいんですが、もう一回お願いします。もっと分かりやすく。加藤厚生労働大臣。いや、まず分かりやすくということでございますんで、新型コロナウイルス感染症を収束に向かわせるためには、1人の感染者が生み出す感染者数の平均人数である、これは実効再生産数でありますが、これを1より下回らせる必要があるということで、いうことであります。で、ドイツやイタリアのような感染が蔓延した状況、これが実効再生産数 2.5 と仮定をしたわけでありまして、外出自粛を呼びかけて従う人の割合が6割以上にならなければならない、この減少しない、実効生産指数が一応ようやく下回る程度では、しかし、新規発症者数の減少に時間を要することになってしまう、そこで実効生産数を 0.5 まで下げられれば、収束に向かわせるまでの期間の大幅な縮減が可能となって、このために必要となる行動制限の割合は8割ということで、8割の接触を言い、またそこまでいかなければですね、これから増えていってしまうんだということを西浦先生がですね、特に強調して言われたと、こういうことであります。安倍内閣総理大臣。先ほど森委員がですね、おっしゃったのはですね、これ、8割が実践しなければ、それだけの方が、の方が亡くなるのではなくてですね、何もやらなかったらですね、何の対策もしなかったらですね、自粛と今やっていると全くやってなかったら、それだけの方が亡くなるリスクがあるということでございまして、今、私が説明したのは、8割であれば、どの程度であるか、それが達成できなければ、どの程度であるかということを説明をさせていただいたところでございます。森裕子さん。連休ですよ、入りました、これから、お天気も良くなってきて、もう我慢できない、外行こう。
いや、それ我慢してくださいと、そうじゃないと早く収束できないし、そして死者が増えるんですと、もっとね、伝わるように言ってください。だからね、緩んじゃうと、この間みたいなことになるんですよ。だからね、もう何遍言ったら分かるのかな。で、じゃあ、緊急事態を宣言を、解除、延長する基準と判断の時期を述べてください。総理、西村さんいないの？安倍内閣総理大臣。この先ほど別の方に答弁させていただきましたが、その判断につきましてはですね、まさに専門家の皆様が現在のですね、これは感染者の拡大増強、あるいはクラスターで多い亡くなっている方々の人数等々を勘案しながら判断をしていただけると、この提言を分析をして、提言をしていただけるものと、このように思っております。森裕子さん。でも感染状況って分かんないんじゃないんですか、そんなに検査してますか。感染状況が一つの、要素だってさっき言ってましたけど、一体どれぐらいなんですか、一体どれぐらいの国民が感染してるんですか、このコロナウイルスに、今現在。こんな詳しい通告してるんですよ。こんな詳しい通告してるんですよ。延長する基準、判断時期を明確にされたい。だけど、そのさっきの答弁に聞いてるじゃないですか、感染の状況が一つのファクターだって。ドラマは当然あるでしょう、書いてなくたって。安倍内閣総理大臣。今の、その現時点で、今の感染者数というご質問はいただいてなくてですね、今、これにあるのはですね、緊急事態宣言を解除、延長する基準、判断時期を明確にされたいというのが私への答弁、質問でございまして、今しておられることについては、質問の通告はされていないということは、まず申し上げておきたいと思います。それはそうですよ、だって、これに書いてないじゃないですか。で、その上でですね。その上でですね、その上でお答えをさせていただきますと、PCR 検査の陽性者についてでありますが、これは27日の18時時点の数字しか今は持っておりません、その明確に聞かれておりませんから、今日のものについてはですね。で、それにつきましては、13,576名ということでございまして、前日よりも184名が増えているということでございます。一方、退院者の数はですね、それを上回り、この時点においては、284名の方が退院をされているということでございます。で、現在も入院されている方は、11,397名ということでございます。森裕子さん。いや、それは感染している人のうちの氷山の一角で、国内がどんなふうにこのコロナウイルス、市中感染が広がってるなんてのは、政府は把握してないじゃないですか。で、何を根拠に解除、延長するんですか、基準が明確じゃないじゃないですかということを言いたかったんですよ、それぐらい答えられるでしょう。ただもうこれ、何度もやり取りしてもしょうがないんでね。で、感染の経路っていうのは、接触感染、そして飛沫感染、それだけですか。エアロゾル感染の可能性はどうですか。衆議院、我が党の国民民主党の、後藤祐一議員が、2月27日に、ダイヤモンドプリンセス号、これ、設計図、空調の、これ、残念ながらね、普通の、クルーズ船は 100% 空気換気なんですよ。ところがエコな
もんですから、これ、燃料を節約するために、クルーダイヤモンド・プリンセス号は、一部循環させてるんです、ここに書いてあります、これを厚労省にお渡しして、これ、検査をするようにと、エアロゾル感染の可能性がないのか、それが分かんないと、きちんとした対応できないでしょう。ということで、検査をするようにお願いをし、求めてきましたが、いまだに、まあ、検体は採取して、感染源で分析中だというお話はありましたが、いまだに報告がないんですけれども、どうなったんでしょうか。加藤厚生労働大臣。ダイヤモンド・プリンセス号の船内における感染経路については、国立感染研究所を中心に、環境検体の調査、疫学的調査等を通じた検証がなされたところであります。で、この調査によると、船内の環境検体の調査について、患者が宿泊していた個室から採取した空気検体からウイルスは検出されなかったという報告を受けております。森裕子さん。これね、空気、エアロゾル、細かい粒子になって、空気感染はしないということなんですが、でも細かい粒子が長時間浮遊して、そして、換気ダクトを通じて、エアコンね、エアコンの、循環をして、その他の部屋に行ってるんじゃないかと、そうじゃなかったら700人もね、感染しませんよ、そのことをしてきてるんですよ、本当に調べたんですか、それぞれの部屋の構造、そして換気ダクトとの関係、そこを報告してくださいって言ってるんですけど、それはどうなんですか。加藤厚生労働大臣。ダイヤモンド・プリンセス号の空調についてお話がありましたけれども、2月5日から船内の循環型換気装置を停止して、汚染された空気は船内で循環しないような対応が取られたということ、これは確か前にも国会で答弁させていただいたというふうに思います。で、これまでの疫学的な調査によると、乗客からの患者搬出性は、デッキごとに密集する傾向等は認められない。日ごとの発症者数の推移において、個室管理開始後に感染が広がったことは示唆されていないといったことから、個室隔離後に空気を介して感染が広がった可能性よりは、隔離開始前のパーティー等による濃厚接触により感染が広がった可能性が高いとされているところであります。ただ、新型コロナウイルスは一般に飛沫感染と接触感染による感染し、空気感染は起きないと考えられておりますけれども、例外的に、至近距離で相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても感染する可能性は否定できないとされているところではあります。森裕子さん。エアフィルターは調べたんですか。エアフィルターを調べてくださいっていうのが、後藤先生の要望ですよ。加藤厚生労働大臣。エアフィルターのところについては今、解析を行っているところだというふうに思います。森裕子さん。ダンパー閉めたとしても、その本当にタイミングはどうだったのか、そしてダンパーいくつかあるんですけど、それで全部がシャットダウンされるわけじゃないので、その部屋の関係、相関関係、そしてそのエアフィルター、それをきちんと解析しなければ、今、先ほど大臣がおっしゃったような、エアロゾル感染なんか起きてませんなんていう、そんなことを言うこと自体無責任ですよ、ちゃんと調べてから、きちんと報告してください。で、このエアロゾル感染があるかないかで、対策全く違ってくるんですよ。総理、心配しなくていいですよ、この部屋はですね、1時間にすべての空気が、新鮮な空気が7回入れ替わりますから、この古い建物ですけど。そうなってればエアロゾル浮遊しても、そんなに心配じゃないということなんですよ。ということで、時間ですので、この質問の続きは明日行います。代表の質疑は明日に譲ることといたします。次回は明30日午前9時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。